ヤーマン選手対ガウシャカ・ダウトベックの試合が発表されました。詳しい内容を見ていきましょう。まあ正直この試合組むんだとは思いましたね。前々からファンの待望論あったとは思うんですが、ダウトベック選手は日本に戻ってきてから3連勝中、特に松島小読み、関哲也などの国内王者に勝利を収めています。ライジンに出場していない期間も魔境と言われる ACA で修練を積んできました。対してヤーマン選手は言っても MMA の選手権は2勝1敗。しかも鈴木選手はともかくこの道楽息子からの勝利ですからね。とはいえ朝倉未来選手を KO したように衝撃的なパンチの重さを持っているヤーマン選手ですので何かが起こる可能性はもちろんあります。対するダウトベック選手も石の拳と言われるような硬いパンチ持ってるので、まあ、そういう打ち合いになるのか、まあ、本人のたちはもちろん打ち合うって言ってますけど、ダウトベックが組んでくるんじゃないのかなと個人的には思ってますね。MMA ファイターとしてはまだ差があるんじゃないかなと。ダウトベックにはもっと上の選手を当ててあげてほしいなと思いました。以上です。